今回でおそらく最終回かな。こんばんは、スフィアリアです。今回もね、深夜放送を遊んでいきましょう。はい、ということで、あの後ですね、いろいろと調べたんですけれども、ちょっとよくわかんないので、このね、オーナーの家にやってきました。というのも、ここではね、狩りを取っただけで、ラジオのね、カセットテープとかを見つけてないんだよ。なんで、なんか、あるんじゃないのかなーと思って来てみたものの、何もないのかな何もないパターンですね。何もないもんな。そっか、何もないか。カセットテープのありかがわからないんだよね。で、あと、バックして。あとね、あれだ、南京錠の、あれだよね。狩りとかもわかんないんだよ。ちょうどグッドタイミングだからね、このゴミステーションも見ていきましょう。おそらくね、この、UV ライトで照らすことで、何かがあったりとかするんだろうけど、なんだあれ。これ南京錠か。南京錠がね、わかんないんだよな。南京錠が、わかんないんだよね。行きましょう。あと謎解きができんのは、あれだね、自販機の数字？あれをちょっと解く必要がありそうだね。あれを解く必要があるっつったって、カセットテープだもんな、あれ。カセットテープの、今俺でもカセットテープも持ってるけどさ、自動販売機ね。はい、ここですね。うん。ここなんだけど、この先って何もないよね。いやー、ちょっと待って、わかんないな。これなんだよな。これ。多分、この数字が、待てよ。ちょっと待ってね。これさ、これ、間違ってるかもしんないけど、これさ、折りたたみ式携帯とかさ、番号の順番だとしたらどう？例えばさ、左上から、1、2、3、4567889って並ぶじゃんね、携帯だとしたら。で、その番号の押す順番がこの白い数字だとしたらどう？だから、4276だとしたらどう？これ。そう、この順番。これで、これが4でしょ？で、ここ2でしょ？で、7、6。だとしたらどう？これ。きたー単純だった単純でしたね。じゃあ、戻って、カセットテープ聞きましょうか。でも最後の1個はわかんないなぁ。最後の1個はおそらく南京錠の先だと思うんだけどね。おっとっとっと、何の音？なんか馬にぶつけたみたいな音してたよ今ね。じゃあこれで最後じゃないな。6個目のカセットテープ聞いてみようか。いやでもこれね、俺ね多分だけどこれ消えちゃったらなんかあれな気がする。バッドエンドきそう。まあそれはそれでドア外でねやるからいいんだけど、いつもみたいにいつもみたいにね。うん、さてじゃあ聞いてみますか。7分の6ですね。7分の6。ボイスレコーダーもさ、まだ聞いてないんだよね。どうやって使うんだろう。なんか音が聞こえるとこあった？僕たちのホラーの話。始まりました。鬼川雅樹です。前回のラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、うん、なんと手紙ありました。おー、あったのか。資料の間に挟まってて気づきませんでした。ということで、今回はこの手紙読んでいきますよ。前回に引き続き、今回はどのような話でしょう。今回も毎度おなじみ、ラジオネーム、とうこさんからのお話です。今回はタイトルのようなものもあるようですね。ほう、珍しい。では早速タイトルから読んで。何この音。ん？テープが途中で切れてしまっている。まさきにこの後何があったんだ。で、まさきは手紙を読もうとしていたところだった。資料の間に挟まってたって言ってたな。その手紙が残ってるかもしれない。探してみよう。うん。探すのはいいんだけど、いや、これね、バッドエンドに行くと思う。必ず。だって、鍵とかも探してないし、あ、なんだ？ん？なんか今調べられなかった？ん？なんだ？あ、扉か。扉か。あー、資料か。資料。あ？めちゃくちゃ荒らされてんだけど。あー、でも、なんか、調べられるものはなさそうだな。探索不足か？探索不足か？俺の。でも黄色く光るものはないね。ラジオをさ、読んでたってことはさ、これ、あれでしょ？こっから、あ、あるね。ハテナが。だけどこれね、これ絶対、南京錠の鍵がどっかにあって、で、開けて、多分7分の7にすると、トゥルーエンドなんだよ。これ、おそらく。これ読んじゃうと、絶対ね、死ぬと思うな。これか。見たね、俺ね。触れなかったからなぁと思ったんだけど。どうしよう。まあ、見ちゃうか。うん。行きましょう。これですね。付箋を読む。これ読んだら死ぬんだろうな。行きましょう。次の放送で読むよう、まさきの字だ。声に出せ。誰の字？声に出せってもう絶対何かしらあるじゃんね。はい。この手紙読みましょう。はい。気になるね。トナコの闇。弟は熱く燃え、姉は青き息を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。招こうとも動きはせず、醜い面は面影をも見せぬ。先には島も色もなき。白きウサギにはついてはいけず、さまよう者の骨一つ。変わりゆくのは己か誰か。怪物傍らに置こうとも、鏡に映るは暗き闇。落ちれや落ちあれ落ちずとても、生きゆく先は何もなし。読んじゃったよ。うわ、なんか嫌な音してる。嫌な音してるよ。え、何？あ、動ける。え？何これ？浸水してるぞ。で、出れないのか、これ。目の前から何かがブクブクしてる。これがさっき言ってた怪物か？出てきたねー。これ近づける？近づけない。これが今の話にあった怪物か。トナコさんなのかな、これ。俺は鬼川春夫。トナコの夢は絶対読むな。読んだら死ぬ。俺にはもう時間が。なるほど。それでボイスレコーダーか。じゃあこれ、撮るのと撮らないのとだと、エンディングがまた変わるのか。絶対変わるよね、これね。え、これもしかして2周目がある？おー。あ、エンディング3。カセットテープ。トナコの闇について語るスレ。はあ、よくわからんが、トナコってなんだ？トナコの闇ってあれでしょ？読んだらやばいやつ。やばいって具体的には？なんか、トナコの闇の歌ってる人いるよね。声に出して読むといけないらしいですよ。トナコの闇っていろんな人が付け加えたり、変えたりして元の歌がどれかわかんないんでしょ？詩か。おい、どうしよう。騙されてマジ朗読しちまったんだが。あ、これさっき読んだやつか。トナコの闇。うん。ほんとそういうのやめろ。親切でもなんでもないからな。読む人いたらやばいだろ。ご愁傷様、わらわら。そんな簡単にね、やってんじゃねえよってね。録音にトナコの闇は読むなって入ったらしいよ。トナコの闇って初めて聞いたんだけど調べたの怖っ。トナコの闇読んでみよっかな。マジでやめとけ。読みたい人には読ませといたらいい。その録音した人って何者？その人どうなったの？トナコの闇を読んでやばいと思ってとっさに録音したらしい。いけないってやばいと同じではないですか？どうなるか教えるべきではないでしょうか。その人すごくない？マジ神じゃん。トナコの闇を声に出して読んだ人は死ぬんだよ。これエンディング3って言ってたよね。だから、録音しない状態で、トナコの闇を読んで死ぬとおそらく、エンド2なのかな。で、おそらく、その軟禁状を解除して、すべての、カセットテープを入手すると、真のエンディング？トゥルーエンドに行くと。終わりましたね。いやー、今回も面白かったね。いや、これはね、面白い。うん。エンディングがね、たくさんね、こう、用意されてると、なんか考察っていうかさ、ね、撮らなかったらどうなるんだろうとか、ね、こう、すごく気になりますよね。はい。ということで、ね、毎回ね、チラズアートさんのゲームではそうなんですけれども、まあ、実際にね、まあ、トゥルーエンドとかね、全部のエンディングをこう、回収してもいいんですけれども、まあ、せっかくね、チラズアートさんのゲームすごく面白いので、まあ、いろんな方のね、動画を見ていればね、まあ、真のエンディングがどうなったのかとかっていうのは見れちゃうところではあるんですけれども、まあ、あえてね、俺の方の動画では、エンディングは1個しか回収しないでおいて、で、実際に遊ぶ方もね、知らない状態でやった方が面白いかなと思いますので、あえてね、俺の方では、今回で、ね、この、深夜放送に関しては終わりにさせていただきたいなと思います。そのね、真のエンディングと、エンディング2に関しては、まあ実際にね、動画外で遊んで、ちょっと見ておきたいなと思います。すごく気になる終わり方でしたね。真のエンディングではね、トナコのね、何があったのかっていうところがね、こう見れるのかなと思いますので、ね、こうすごく楽しみですね。気になる方はね、実際にね、500円ぐらいでね、チラゾアートさんのゲームは全て遊べますので、ぜひとも購入して遊んでみていただけたらなと思います。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。良ければね、チャンネル登録や高評価、通知のオン、Twitter のフォローなどお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。